使用済み核燃料対策及び来年12月防潮堤整備後の浜岡原発再稼働に住民投票による審判が必要と思いますが、市長はどう考えるかお伺いしたいと思います。続きまして、使用済み核燃料対策及び来年12月の防潮堤整備後の浜岡原子力発電所の再稼働についての賛否を住民投票により住民の意思を問うべきと考えるがという質問にお答えいたします。使用済み核燃料対策や浜岡原発再稼働の可否についての判断は、第一義的には国県協定を結んでいる原発所在市及び隣接市が判断することとなっております。しかしながら、少なからず影響を受ける本市といたしましても、使用済み核燃料対策など新たな課題の対策が示された時点で、再稼働について市民意識調査等を実施し、その意見を参考に本市としての意見判断を示してまいりたいと考えております。以上でございます。